微熱少年は、松本隆のエッセイ集、小説、及び、同名小説を原作とした日本映画、ビートルズが来日する年、何かが変わりそうな予感を抱いていた。今まで経験したことがない音楽、もどかしい恋愛、少年から大人への階段を上がらなければならない不安。熱血には、遠く、冷めるにはまだ早い、微熱を宿した、男子高校生。 県の視点から描いた青春作品。松本が自ら監督を務め、1987年6月13日に公開された、ホリプロダクション制作、東方配給。主演に斉藤由紀の実定で、新人の斉藤隆治、エディ役に、新進女優の西山由美、吉田役に、CCB 脱退を表明したばかりの関口、正人を起用したことでも話題となった。 また、松本と音楽上の付き合いのある、吉田拓郎、財津和夫、森山良子、広石武彦、コメコメクラブ、爆風スランプなど、普段は俳優として活動していないミュージシャンが多く、出演したことでも注目された。劇中音楽もまた、松本が作詞を提供しているミュージシャンやアイドルが多く参加した。他、コメクラブ、爆風スランプ、バービーボーイズ、 ザ・東南西北などがエキストラとして参加している。微熱少年ムービーソングス、モノトーンボーイ、レベッカブジューシング、鈴木茂る崩せるものなら、崩して、ご覧、ムービーバージョン、クラクション君の名前を呼びたい、ザ・東南シーペイドゥーユーフィールメ、杉周空飛ぶ電車、細野春を見恋する、カレン、大竹栄一行のファンタジー、松田聖子夢見るナタリー、関口正人がある。 南義孝長い髪のマリア、クラクション、ありがとうございます。